今回は2種類のすごい可愛いガシャポンを回してきました。何を回してきたかというと、猫カフェ5と、もう一つはカフェドハム2です。まず猫カフェ5から見ていきます。ラインナップはタイニャキニケ、タイニャキクロ、ゼンニャイ、ニャップケーキイチゴ、ニャップケーキチョコ、ニャンケーキの全部で6種類です。今回も可愛くて面白いネーミングになっています。今回ゲットしたのはまずゼンニャイです。ぜんざいのお風呂に猫ちゃんが入っているという、この小豆の部分がリアルに作られています。お餅もちゃんと乗っていてすごい美味しそうです。かわいい。次はニャップケーキのいちごです。カップケーキのこのスポンジとストロベリークリームの間に猫ちゃんが挟まっています。これはこの子はロシアンブルーでしょうか。次はさっきと色違いのニャップケーキチョコが出ました。これは白い猫ちゃんがスポンジと、こっちはチョコレートクリームですね。その間に挟まれています。最後はニャンケーキです。これはすごい美味しそうなパンケーキの間に、なんだかくつろいでいる猫ちゃんが挟まっています。そして上にはホイップクリームと、とっても美味しそうなイチゴが添えられています。続いてカフェドハム2です。こちらのラインナップはティーポットハムホワイト、ティーポットハムブルー、チョコクレープハム、クレープハム、アップルパイハム、チェリーパイハムの全部で6種類です。まずはティーポットハムのホワイトです。これはカフェドハムという可愛いロゴが入ったティーポットの中にハムスターが隠れているというものになっています。で、これはこの中にこのお砂糖パーツがついていて、このパーツをティーポットの中に入れずに、このハムスターだけ中に入れると、こうハムスターがすっぽり隠れるようになっています。次は色が違うこのブルーバージョンです。こちらはティーポットの色が違うだけではなく、さっきのハムスターはこの青色だったのですが、こちらのブルーバージョンの方は灰色のハムスターになっています。次はクレープハムとチョコクレープハムです。これはクレープハムの方はピンク色の紙が巻かれていて、このチョコクレープハムの方は緑色の紙が巻かれています。その他の違いは、クレープハムの方は普通のホイップクリームと茶色いハムスターが巻かれていて、チョコクレープハムの方はチョコクリームにピンク色のハムスターが巻かれています。どちらも頭にイチゴが乗っていて、ここに手をちょこんと出しているのがとても可愛いです。最後はチェリーパイハムです。これはおしゃれなお皿の上に、このチェリーパイとクリームとハムスターがいます。ちゃんとここにフォークがあります。フォークは接着されているんですが、このハムスターなどは接着されていないので、自分の好きなように飾れるのが嬉しいです。あとこのハムスターは裏を見ると、ちゃんと足と手がきちんと作られていてすごいです。で、この頭の上にミントの葉を乗せているのもすごく可愛いです。今回はこの
2種類のガシャポンを回してきたんですが、どちらもとっても可愛くて満足です。この猫カフェシリーズは毎回出るたびに必ず回しているほど大好きなシリーズなので、これからもこういった動物と何かのコラボで可愛いものをどんどん出していってほしいなと思います。それでは今回は猫カフェ5とカフェドハム2でした。